どうもこんにちは。どうもこんにちは。霊夢はお休みです。3人分の会話考えるのしんどくなってきた。めたいめたい。オルトイ。黙らっしゃい。今回はセフィロトです。難易度はグラビティ17。ブラスターゲートにて解放可能。敷地の楽曲だぜ。最近も、ジュピター、デュアルビーが追加されたね。譜面傾向としては指押ししたい。ハーレクインと比べるとこの譜面の方がマシ。あ、はい。ここ FX 同時押し確実に。個人的にはハーレクインよりも片手力が問われる譜面してる。今のとことか。なるほど。この配置ダメ。正規の取り方がわからない。やはり片手三剣は悪い文明。そんなあなたに。やめてください、死んでしまいます。はい。ちょ、待ておい、何をする、やめ。てか真面目な話。同じレベル帯とは思えない譜面してるな。もちろんいつかは S ノルまでやってもらうからな。さすがに逃げないよ、多分。曲も中盤だけど、少しは触れてあげて。と入っても、局所なんだからなこの譜面、こういうのよ。もう一回今の強化版みたいなの振ってくるから。それを除けば、いい鍵盤の練習譜面だね。ウォーミングアップには良さそう。なんか話せよ。こういうところ会話考えるの、ほんと難しい。おい実況者。あ、リクエスト曲とかあったら、動画のコメントか Twitter の DM に、16から18の範囲で受け付けます。何か意味はあるのか？曲多すぎても早まちょう。あ。ここのなんかありそうな雰囲気式。ハルーララの秘密一実は、雰囲気が言えない。いる？いる？休憩地帯だね。ということはその後は、難所ですね。知ってた。うっそつまみ抜けた？ガバつまみ。ここだねー。後半全部早宮出てて草なんだが、あそこ、一番、苦手なんだよ。上位勢はどうやって光らせてるんだろうか。試行回数の桁が違うからな。ここ楽しい譜面。ダウンが迷子。またつまみ抜けてるよ。ラストの鍵盤地帯。そのうち全塚で通したい。頑張れ。こういうとこ話すことない。分かってくれる人いない？食用病みたいだな。ちなみにこの動画は2回目の挑戦なんだけど、初見の方がスコア高かった件。音ゲーあるある。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次はどの曲にしようかな。